トビズ2025年開催の大阪・関西万博を運営する2025年日本国際博覧会協会は3月1日、広告大手の博報堂と東急エージェンシーに対し、協会が発注する事業への入札参加資格を1年間停止する措置を決めたことを明らかにしました。東京オリリンンピピッック・クパラリンピックの事業をめぐる談合事件で 2社が独占禁止法違反の罪で起訴されたことを受けての対応です協会は電通についても元幹部の逮捕を受けて2月に同様の措置を決めていました